オロフルドベック・オロフルドベック、1660年3月15日から1740年3月23日は、スウェーデンの医学者、植物学者である。ウプサラで生まれた。父親のオロフラ・ドベック・デン・オールドレは、ウプサラ大学の医学の教授で、学長も務めた人物である。父親から教育を受けた後、ウプサラ大学で医学を学んだ。1686年に、 植物の繁殖に関する議論を出版し、ウプサラ大学の助手となった。1687年からイギリス、オランダ、ドイツに留学し、ユトレヒト大学で博士号を取得した。1691年にスウェーデンに帰国し、翌年、ウプサラ大学で父親がついていた解剖学と植物学の教授職を継いだ。サンドウプサラ大学の学長を務めた。 ウプサラの大主教となるベンセリウスと1719年にウプサラのスウェーデン王立科学協会を設立した。1695年にラップランドの科学調査を行い、12巻からなる著書の出版を企画し、1701年に第1巻のバサモランドサイブラポニア・イルストラータが出版されたが、1702年のウプサラの大化で残りの資料は失われた。後に、 ラップランドのサーミ人の話す、サーミごとヘブライ語との掃除の研究もした。ルドベックの教えた学生にはカール・フォン・リンネがいて、リンネの命名したキク科の植物の俗名ルドベキアは、ルドベック不死の名前にちなんでいる。オーラ・ドベックは、植物の学名で命名者を示す場合に、オロフ・ルドベックを示すのに使われる。ありがとうございます。